ヘレラサウルスは後期三畳期のカーニアン期にあたるアルゼンチンのイスチグアラスト層から産出している最大で全長6メートル平均体重350キログラムの肉食恐竜。人との大きさ比較2020年時点では最古の大型肉食恐竜として有名。肉食性だったことは間違いないが体の各所に獣脚類らしからぬ特徴を持つことから 本属が獣脚類に属するかどうかは不明であり、近年は獣脚類に含めないとする考えが主流になりつつある。学名の意味はヘレラのトカゲで化石の発見者であるアルゼンチン人ビクトリのエレーラにちなむ、画家による生体復元に即歩行を行う肉食性の恐竜であった。全長は最大6メートル、体重は350キログラらし。体格的には、 成人男性と互角と言える。ヘレラサウルス科を代表する属であり、スタウリコサウルスやサンユアンサウルス、グナトボラクスよりも大きな体育をしていた。コエロフィスシの化石キャスト。胃の部分には接触した小型爬虫類の骨がある。三上気候期の一時期には有力な捕食者としてのニッチを保持していたが、やがてコエロフィスシのような新生住客類にとって変わられた。 同時期に、リンコサウルス類など三畳期特有の獅子動物も大きく衰退しているため、生態系全体に何らかの変動があった可能性がある。ヘレラサウルスの頭骨と左上顎骨、いずれもみ骨でスケールバーは5センチメートル。長方形の頭骨に高さのある全上顎骨、そして控えめな全眼科窓が特徴的。下顎には、 ユーロコ目に見られる特殊な関節を備えていた。上顎骨からは、まるで剣士のような、長大な歯が数本生えていた。それと対応するように、歯骨の下部には、唇の痕跡と思われるラインが確認できる。頭骨模型かつて、ヘレラサウルスの唾液は有毒だとする内容が、ウィキペディア日本語版に掲載されていたが、ヘレラサウルス有毒説なるものは全く存在しない。 発端は、ヘンリー・シーとルイス・レイが空想と事実というモアを織り混ぜた著書、恐竜野外博物館において、ヘレラサウルスの唾液には毒が含まれているとしたことにある。恐竜全体で見れば、シノルニトサウルスなど有毒説を唱えられた恐竜は確かに存在するが、ヘレラサウルス自体にそうしたことは一度としてないため、気をつけなければならない。ヘレラサウルスの頭骨の背面、 右に見える穴が、側頭窓頭骨の横幅は狭く、ティラノサウルスのような、際立った、立体視野を持ってはいなかった。フィールド博物館に展示されたヘレラサウルスの、復元骨格全肢の指は5本。そのうち、第1肢から第3肢に、鍵爪が生えている。一方、第4肢と第5肢はほとんど退化していた。ジュラキア、白亜紀の大半の恐竜と異なり、第2肢よりも、 第三子の方が長いく、これは、四足歩行の頃の名残と思われる。後ろ足の大腿骨とすねでは、大腿骨の方が長いため、後のオルニトミムスなどより、走行性能は劣っていたと考えられる。だがそれでも三畳期の世界においては、十分に貧瘍だった。国家圏が未発達だったため、尻尾の柔軟性は、後の手たぬらした目より、はるかに高い。 獲物のリンコサウルス類を加えた復元模型噴化石やいない物などの研究からヘレラサウルスはリンコサウルス類のヒペロダペドンまたのナオスカフォニクスやディキノドン類のイスチグアラスティアを主食としていたことが示されているヘレラサウルスとエオラプトルの全身骨格とプラテオサウルスの頭骨しばしばヘレラサウルスと セットで語られるエオラプトルについては、比較するとかなり体が小さかったため、ヘレラサウルスの標的となった可能性が否定できない。多種多様な肉食動物が生息したイスチグアラスト層において、ライバルとの競合を避けるのは難しかっただろう。ヒペロダペドンの群れを襲うサウロスクス中でも、最大勢力だったのが、原生のワニに近縁なクルロダル種類で、 例えば全長5メートルのサウロスクスは、リンコサウルス類やディキノドン類はもちろん、時に初期の恐竜さえ餌食する、頂点捕食者だった。そこで、ヘレラサウルスは、自らの敏瘍性を武器に、巨大なクルロタルシ類と、住み分けや食い分けを行っていたと見られている。獣弓類を食べるヘレラサウルスクルロタルシ類ほどの勢力ではないにしろ。 哺乳類にごくごく禁煙な獣弓類の木のどん類もまた優れた肉食獣だったため少なからずニッチを争う関係にあっただろう。ただし、ヘレラサウルスと木のどん類とではかなり体格に開きがあったため、ヘレラサウルスがキのどん類自体を獲物にすることもあったと思われる。ちなみに木のどん類は恐竜やバニ類との対決に敗れて小型化していったとする。 説明がなされることがあるが、トロ式のドンなど例外も存在する。ヘレラサウルスは恐竜としては非常に原始的な形質を持つため、分類学的な位置を明確にすることは難しい。同じく初期の恐竜であるエオラプトルなどとともに原始的な獣脚類とする見方が強まったが、その後エオラプトルは葉の特徴から原始的な竜脚系類であることが示唆され、 ヘレラサウルス科の恐竜も重脚類より流脚形類に近縁である可能性が解剖学的特徴から示唆されている。また、ヘレラサウルス科を恐竜ですらないとする研究も複数ある。頭骨模型種は現在までに H アイシグアラステンシス一種のみが確認されている。北米産のレベルトラプトルや同じ南米では サンユアンサウルスなどが特に禁煙とされ共にヘレラサウルス化に分類される。現在ではシノニムとされるものにフレングエリサウルスがある。ありがとうございます。